する人によるとこっちらしいですね。さやろ、あれ何やったんやろか、だんだん畑で当たっちゃおうかね。あれだな、あれ岩田カントリーゴルフ場、マジかよ、ゴルフ場があんのかよ。またそうですけどね、狭いの。さすがは 4R は違うの。って言われたんですけど、修行には石塔のかけらとかが残ってる。ねえ、そこがどんか自分は知らない。あれ、うん、それがあの城。あとそこのそのもう何もない段はこっち、今下の段はつくこっちで潰したっちゃうけど、はい、今一つ葉から上に、はい、またこれも予算土地になってるけど。その下から下がっていかなかったけど。あ、そうですか、うん、だから全然もう後はない。あ、うん、黒木城じゃあっちか聞いて。あ、黒木城と思います、ね、うん、はい、だけど後はどんぐらいかわからない。ちょっと行ってみていいですかね。かここで城があった時やらの昔はこっち側がお寺があって、はいはい、この城何種か何がお寺があったっちゅうけど、お寺は今こっちに移っちゃうな。はいはい、もともとこっちにあったっちゅうかな。その頃からも墓がこれが一番古いとかね、お縁所。あそこに上伊方神社が見えますけど、この平らに削平されてますけど、そこ神社があったらしいですね。神社じゃね、お寺、お寺、お寺があったらしいですわ。城は黒木城ですけど、通称伊方城は、まああれも城の一部だとは思いますけど、頂上にあったらしいですね。
地元のおばあちゃんから来ました。もう頂上みかん畑にしょったけんどん、もう道はねしてやぶになっちゅうじゃろうって言ってました。一応こっちとこっちで谷になって、谷に挟まれた俺になってるんですね。えらい綺麗になってますけど道が。あれがバイパスになったですかね、角側抜けるんですかね。あそこにお墓がいっぱいありますけど、どっか来るときお寺がありましたよね。あれがここにあったらしいです。でお墓なんかも全部写したらしいですね。ガダ城、通称黒木城はこの上にあったらしいですわ。上に広場になってるとこがあるから、それが黒輪やったんでしょうね。あそこかな、あそこが主角かもしれないですね。